皆さんこんにちは、水中家庭教師です。今回はクロールの目線についてのお話です。泳いでいる時の目線、気にしたことはありますか？目線を気にすれば今よりもずっとクロールが泳ぎやすくなるかもしれません。結論から言うと、おすすめの視線は下もしくは斜め前です。一般的には下を向くのがいいと言われていますが、やっぱり個人差はあります。完全に前を向くのは良くないですが、少し前を見るぐらいでしたらむしろプラスになることもあります。完全に前を向いてしまうと頭の位置が高くなり、腰が反ったり下半身が沈む原因になります。また視線が前を向いたまま呼吸をすると、頭が水上から高く上がりすぎてさらに沈む原因になってしまいます。クロールで真正面を向いてもいいことはありません。前を見るとしたら、壁に近づいた時か周囲に人がいる状況のみの方がいいと思います。逆にだからといって下を見すぎると、頭や首、肩で受ける抵抗が大きくなってしまいます。泳ぎながら自分のお腹が見えてしまう人はもう少し前を向いても良いでしょう。個人的には視線を顎でコントロールすることがおすすめです。顎が首の付け根に触れるか触れないかぐらいを保って泳いでいます。このぐらいにしておくと前を見すぎず下を向きすぎない、いい角度をキープすることができます。あくまで僕の感覚ですが、クロールは平泳ぎやバタフライに比べて視線の変化が少ない種目です。呼吸時の顔の動かし方も他の種目に比べるとやや緩やかです。自分でも気づかないうちに泳ぎにくい視線で顔を固定しながら泳いでいることがあります。腕を頑張って回してキックもちゃんと打っているつもりなのに進まない、沈むという方は視線について考えてみてはいかがでしょうか。申し訳ありません、今回ちょっと比較動画がなかったもので効果がいまいち分かりにくかったかもしれません。また改めて動画を撮ってきて再アップさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。メインチャンネルほかセカンドチャンネルの方もよろしくお願いいたします。こちらのチャンネルとはまた毛色の違った動画を作れるといいと思っています。個人レッスンのご相談はこの動画の概要欄より、いつでもお気軽にどうぞ。それではまた次の動画でお会いしましょう。